ます。私は勇者のゆうちゃんだよ。この動画は字幕があるから各国の言語で楽しんでね。そんなことより、私は今戦闘中なんだ。新たに入手したこのゆうちゃんソードの攻撃力を披露する時が来たようだぜ。こんな雑魚敵が相手ではこの剣を存分に振るうことができんわ。こんにちは。武器屋の店主のフランです。どうしたのゆうちゃん、モンスターにやられたの？いきなり敵が強すぎたよ。くっそ、また最初からやり直しだ。今日は、ボーイーナイフについて解説していきます。ボーイーナイフ？ああ、なんかダンジョンの宝箱で、それっぽい武器を見かけたことがあるぞ。日本のゲームにも、よく登場する武器なのですが、正直よくわかんないですよね。ボーイーって何なんだって、ずっと思ってるよ。ボーイーナイフは、19世紀のアメリカで誕生した武器です。では、解説していきましょう。ボーイーナイフって、少年用のナイフだと思ってるよ。なんでガールナイフがないのかが不思議なんだよね。ボーイではないんです。ボーイなんです。ボーイではない？ボーイという人の名前です。マジっすか？ってことは、ゆうちゃんソードと同じレベルの、そういう感じのナイフなの？ゆうちゃんソードと同じレベルに扱っていいのかわかりませんが、しかしそういう感じで、人の名前をつけたナイフです。人の名前だったとはね。ずっと少年用だと思ってたよ。ボーイーナイフのモデルになった人は、アメリカの西部開拓時代の二人の兄弟です。ボーイーという兄弟たちで、兄のレジン・ボーイー、弟のジェームス・ボーイーという二人です。特に、弟のジェームス・ボーイーが大きく関わっています。その兄弟が装備していたナイフってことか。弟のジェームスが、ボーイーナイフを装備して、戦って活躍したことで、人気が出ました。兄のレジンは、自分がボーイーナイフを発明したと主張しています。ボーイーナイフと命名された経緯については、諸説あって断定できていません。兄が発明したからなのか、弟が活躍したからなのか。でもおそらくは、弟のジェームス・ボーイーの活躍にやるところがほとんどだと思います。そういうことか。まあでも、そのボーイー兄弟がボーイーナイフに関わっているんだね。そういうことね。ボーイーナイフは、アメリカで非常に人気のあるナイフで、現在でもナイフメーカーなどが製造しています。どういったナイフなのか、詳しく見ていきましょう。ボーイーナイフとは、一般的にこのような形をしております。幅の広いナイフで厚みがあり、肉切り包丁とよく似た形をしたものです。これがボーイーナイフ。刃渡りは大きいもので30センチほど、グリップまで含めると45センチ近くにもなる大型のナイフね。刃渡り30センチは一尺に当たるので、日本の弾道とほぼ同じくらいの長さね。先頭から狩猟まで幅広く使えるナイフです。戦闘用のナイフって感じだね。そうね、ボーイーナイフは戦闘用のナイフなので武器に分類されます。日本では所持できないナイフってことか。そうなるわね。ボーイーナイフが生まれた時代は1820年代の後半、場所はテキサスです。テキサスはメキシコに隣接した州になるわね。この時代、テキサスはまだアメリカ合衆国に加入しておらず、メキシコの一部でした。ふむふむ。テキサスがアメリカに加入するのは1845年のことね。ボーイーナイフのデザインは、スペインやカリブの海賊の武器によく似ていると言われています。ふーむ、なるほど、海賊の武器か。カットラスとか？形は似ているので、カットラスの影響があったのかもしれないわね。当時のメキシコは、スペインから独立して間もなく、スペインの影響が大きかったわね。そういうことか。カリブ海を荒らしていた海賊も、19世紀初頭まで活動していました。それらの武器の影響があったのではないかと考えられています。ボーイーナイフには唾がついており、敵の攻撃を受け止められるようになっています。また、ブレードがクリップポイントになっているのも特徴です。クリップポイント？刃物には色々な形があって、それぞれ特徴を持っています。クリップポイントとは、先端が尖っていて、突き刺しやすいブレードのことですね。この図で言うと、S4 のものがクリップポイントになります。ボーイーナイフは片刃なんですが、背の部分の先端が研いであるものもあります。先端だけ両刃になっているということか。両刃になっていれば、素早く深く突き刺すことができ、素早く抜くこともできますね。突き攻撃に適したブレードってことだね。ただ、ジェームス・ボーイーが使ったオリジナルのボーイーナイフは、背が研いでなかったそうです。背を研いでないクリップポイントは、フォールスウェッジと言いますが、それでも突き刺すことに適した形です。
戦闘だけでなく、肉を切ったり、動物の屠殺、何にでも使えるナイフです。これはまさに冒険者にとって必須なアイテムではないですか。ボーイーナイフを有名にしたのはボーイー兄弟ですが、弟のジェームス・ボーイーの影響が大きいです。ジェームス・ボーイーがナイフを手に活躍し、それでボーイーナイフの人気に火がついて売れまくったのです。ジェームス・ボーイーは、ジム・ボーイーという愛称でも知られています。ふむふむ。ジェームス・ボーイーは、テキサスでは英雄的な人物です。メキシコの支配にあったテキサスが独立戦争を起こす際には、軍人としても活躍しました。また、後にテキサスレンジャーと呼ばれるようになるテキサス保安部隊のリーダーとなります。テキサスレンジャーズのことですか？それは野球のチームですね。テキサスレンジャーは、テキサス州の法執行機関の一つで、治安維持部隊です。いわゆる西部劇の保安官をイメージすると分かりやすいでしょう。現在でも、カウボーイハット、ブーツ、ガンベルトが制服になっています。西部劇の保安官は現役だったんだ。映画の中だけかと思ってた。ボーイーナイフを最も有名にしたエピソードは、サンドバーファイトという決闘です。この決闘で、ジェームス・ボーイーが使っていたナイフが、ボーイーナイフと呼ばれるようになって、人気が出たのです。決闘で使われたナイフだったのか。決闘は、19世紀当時、まだ普通に行われております。決闘はスポーツではなく、殺し合いです。裁判をしても平行線で、決着がつかない場合、決闘して白黒つけたのです。ルールを決めた上で決闘し、勝てば自分の主張が認められるということになりますね。それってつまり、強い奴が正しいってことですか？そうなってしまうわね。なんという理不尽。暴力で決着をつける決闘に対しては、昔から批判も多く、たびたび禁止令が出ていました。しかし、当時のアメリカでは流行しており、19世紀の後半までよく行われていたのです。そうだったのか。特に、アメリカ西部のフロンティアは無法地帯でもありました。当地も法規制もろくにされていない未開の土地ですので、悪人はやりたい放題。開拓者たちも自分たちを守るため、銃で武装し、盗賊や犯罪者と戦いました。弱肉強食の世界だったのです。強ければ生き、弱ければ死ぬ。かなりワイルドな時代だったんだね。政府の要人は、お互いの政敵を決闘で始末することもありました。アメリカの副大統領と財務長官が拳銃で決闘したこともあります。マジですか？政治家から犯罪者まで、デュエリストだらけだったってわけか。闇のゲームよりも闇が深いな。そういうことになるわね。ジェームス・ボーイーが参加した決闘は、1827年9月19日に行われました。この決闘、ボーイーはデュエリストではなく、サポーターとしての立場で参加しました。サポーター？決闘する側ではなく、見届け人や監視する立場の人間です。実際に決闘したデュエリストは、ウェルズとマドックスという二人でした。それぞれ、お互いの支持者やセコンドを引き連れており、総勢で17人がその場にいたといいます。ジェームス・ボーイーは、ウェルズを支持していました。ってことは、ジェームス・ボーイーは、デュエリストじゃなく、後ろから見ているだけの人ってこと？なのにナイフで活躍したって、どういうことだ？ウェルズとマドックスの決闘は、お互いに無傷で終わったんですが、その後に乱闘騒ぎになってしまったんです。乱闘に参加したのは12名ですが、その中の一人が決闘の直後に発砲したんです。決闘が終わった後にバトルに発展したのか。この乱闘で、ジェームス・ボーイーはナイフを片手に活躍します。ジェームスは敵の銃弾を食らい、さらにナイフで胸を刺されてしまいます。しかし、ボーイーナイフを手に戦い、ノリス・ライトという相手方のサポーターを倒し、生き残って勝利します。この奮闘ぶりが新聞社に取り上げられて、ジェームス・ボーイーの名は全米に知れ渡ることになります。そんなに攻撃されてよく死ななかったね。かなりの重傷でしたが助かりました。こうして、ジェームスの所持した大きなナイフが、ボーイーナイフと呼ばれ、人気となったのです。そういうことだったのか。全米の鍛冶屋でボーイーナイフが作られ、飛ぶように売れたそうです。これに便乗してか、兄のレジン・ボーイーは、このナイフは俺が設計して作ったんだよ、と主張しました。乗っかってきたのか。レジン・ボーイーの発言から、ボーイーナイフと呼ばれるようになった、という説もありますが、不明確な点も多く、やはり、ジェームス・ボーイーの活躍が一番大きいと思います。ボーイーナイフは、特にテキサスなどの南部で人気の武器となりました。サイドアームとして携帯され、南北戦争が終わる頃までは、かなり一般的な武器となっていたのです。なるほど。
しかし、1870年代になると、高性能なリボルバーが登場し、ボーイーナイフを携帯する人が減ってきました。スミス&ウェッソンやコルトのリボルバーか。そうね。金属薬莢も一般的になり、昔の拳銃よりも威力が高く、使いやすくなったのです。ボーイーナイフは戦闘用ではなく、万能ナイフとして使われるようになります。狩りやアウトドア、サバイバル目的ということだね。しかし、現在のアメリカ軍では、ボーイーナイフが正式装備になっています。これはケイバーというナイフですが、ボーイーナイフのデザインを元にしています。おう、そうなのか。確かに先端が尖っているクリップポイントだね。ボーイーナイフは、アメリカではとても有名で、ナイフメーカーや刃物メーカーに多大な影響を与えています。ボーイーナイフといえば、大型ナイフの一般的な総称にもなっているのです。しかし、これまで説明した通り、もともとはジェームス・ボーイーの使った戦闘用のナイフのことを、ボーイーナイフと呼んだのです。ボーイーっていう種類のナイフでもなければ、少年用のナイフでもなかったんだね。そうね。19世紀の古いオリジナルのボーイーナイフは、熱心な収集家が売り、コレクターズアイテムとなっています。高いものですと何十万ドル、日本円にして何千万円という値段がつきます。すごい金額だ。特にテキサスの人たちにとっては、ジェームス・ボーイーは英雄的な人物なので、ボーイーナイフへの愛着もかなり強いように思えますね。武器屋のお姉さん。じゃあ、私が活躍してラスボスを倒したら、このユーちゃんソードも飛ぶように売れちゃうね。それはどうかな？ユーちゃんには、エクスカリプラーというすごい剣を2本も持っているでしょ？それらを使わずして、ラスボスを倒すのは無理よ。あなたが作ったこのポンコツソードのことですか？全く活躍してないんですが、なぜか捨てることも売ることもできないし、強化素材にもできなくて、私の道具袋を埋めているだけに過ぎん。それは重要アイテムだからね。なんてこったい。そもそもユーちゃんにはパワーが足りないのよ、パワーが。パワーの問題なの？というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。